私たちはこうしたような行為に対して改めていいものを守ってきた、そういう意味で誇れる憲法であるということです。で、今日本の状況というのは何か変わるという時に改悪に走ってしまうという点にあるというのは息子さん、ですね、日の丸を決めるの強制は愛国心の強制につながる。で、それはやっぱりこの東京都の教職員の大量処分は、命がけで憲法を破るという石原都知事のもとで起こっている出来事なので、私たちの不当処分撤回の戦いと憲法を守る戦い、それから教育関連3法案を守る戦いは一体のものだというふうに思っています。いいですけど、お孫さんとか、はいはい、孫は一人います。息子さんとか娘さんとか、はいはい、どんな憲法について感触持たれてますかね、今の若い方は。若い人も危機感は持っていますけど、でもやっぱり積極的には私たちの世代みたいに集会に出たりとか、そういうのはなかなかできないっていうのが、今の人たち忙しいしね、いろんな意味で。最後に一言、はい、何をされたいですか、今何をしたいなっていうか、ご自分としてこんなことしてみたいとか。そうですね、みんなとやっぱり月1回でも週1回でも反対する行動をしたいというふうに、デモでも何でもいいんですけど、やりたいと思ってます。世界は戦争国会の道だ。このデモに、はい、参加されたんですか、それともこの集会をご覧になって興味があったんですか。はい、私参加しているわけじゃなくて、はい、ただ見てるわけです、うん、それは実にはどういうような問題が一番中心的になっているか、時代によって違うわけでしょ。今年は今憲法改憲っていう問題が一番中心的じゃないかと思います。だからそれを見てるわけです。憲法の9条が変わることについてはどう思いますか。それが悪いことと思います。あくまで9条を守った方がいいと思います。理由は、まあ、平和の憲法だから。そしてこれは60年前には日本が世界の前には約束したんですから、その憲法が作ったので、それが守らなくちゃいけないと思います。すごい綺麗ですね。